京王5 0 0 0系電車は2017年に運行を開始した京王電鉄、京王専用の通勤系電車である。京王電鉄で初めての座席指定列車での運用を目的に開発されクロスシートとロングシートに転換できるデュアルシートを備える。2017年のグッドデザイン賞に選定されている。本校では京王線上で東側を新宿より西側を 京王八王子よりと表現する。編成単位で表記する必要がある場合は、新宿より先頭車の車両番号で代表し、5731編成のように表現する。京王では、京王八王子よりを1号車として車両に、号車番号を表示しているが、本校では各種文献に習って、新宿よりを左側として、編成表を表記し、 文中で例えば、二両目と記述されている場合は、新宿よりから二両目であることを示す。利用客の着席ニーズに対応するため、京王電鉄発の座席指定制列車、京王ライナー用の車両として導入された。座席指定列車として使用される際は、クロスシート、それ以外の時はロングシートとなる、要転換できる、デュアルシートを備え、立体形状と局面を多用したデザインの、 全面形状を採用、先頭車の車体長さは、中間車より500ミリメートル長くなった。省エネルギー性向上のため編成中間の電動車に改正電力吸収用の蓄電池を備え、立候時に放電するほか、停電時の非常電源としても使用でき、蓄電池の電力のみで自走できる。2017年9月29日から、一般列車で営業運転を開始し、 2018年2月22日のダイヤ改正から慶応ライナーでの運転を開始した。また、都営地下鉄新宿線用 DATC を装備しており、新宿線への直通も対応している。京王5 0 0 0系のフルカラー LED 表示案内、従来車両よりシャープで立体的な全面形状が採用されており、慶応の車両としては初めて全面が大きく傾斜している。 前面はスマートな列車を表現するためカラーリングに黒が多用され、窓上部に KO レッドの総下部に KO ブルーの帯が巻かれており、包容感を感じさせる温かみの中に気品のある表情を持たせ、コーポレートカラーをシンプルにまとう上品なデザインでまとめている。傾斜した全面形状で運転台スペースが制約される中、高運転台構造を維持しつつ必要な機器を収めるため、 全面貫通扉を正面から見て左側に配置した。これは京王線系統の車両では初である。正面総庫左右側に全照灯、微灯、装飾灯からなる標識灯ユニットが配置されており、いずれの光源も LED 照明である。車体は溶接組み立て構造のステンレス製であり、外反をレーザー溶接でつなぎ合わせる。 総合車両製作所製のセスティナが前からだが採用されている。これにより、これまでのステンレス車体に見られた板と板を重ねる、せぎりがなくなり、車体全体を滑らかに美しく仕上げているとともに、連続したレーザー溶接によりシール部の試行箇所を削減することで、メンテナンス性の向上を図っている。また、対向列車とオフセット衝突した場合に備えて、 車端部のつま構え体のつま柱部に衝突柱を設けることで衝突安全性の向上と構え体本屋組をリング上に配置する構造と車内に内装ロールバーを採用することで車体強度の向上をそれぞれ図っている20メートル両開きキ4扉扉間に窓2枚の基本ゲイアウトが採用されたが扉間の窓2枚の幅は異なっており広い方の窓のみ 加工窓となっている。前頭部は FRP 製としており、先頭車運転台側は中間車より台車中心から車端までの長さが 500mm 延長された。スカートも三次元的形状となり、コーポレートカラーである KO レッドに塗装された。前面窓上と側面中央部窓上にフルカラー LED 式の表示装置が設置され、 側面のものは従来車より大型化されている。内装は従来のコーポレートカラー主体のデザインから変更し、高尾山の木々と織物の街八王子の木のという多摩地域の色と素材にこだわった華やかな室内空間を表現したデザインとしており、座席表皮は玉式をモチーフとした上質な高級感を演出している。室内は上に行くほど色が明るくなっており、 天井両側を突局面とすることで、開放感がある、室内空間とし、ガラス製の扉ぶし切りと爪引き戸の採用で、奥行きのある、開放感を持たせている。また、車内の快適性を確保するため、床に静粛性の高い素材を、側窓に UV カットガラスをそれぞれ採用しており、手すりには清潔感を出すため電解加工を施して、指紋が付きにくくしている。 京王電鉄の車両としては初めて、クロスシートとロングシートの転換機構を備えたデュアルシートを採用し、座席指定列車として使用される際は、クロスシート、それ以外の時は基本的にロングシートとなる。転換機構付き座席は、総合車両製作所と小糸電工が共同開発し、小糸電工が製造を担当した。 扉間には一人当たり座面幅 460mm の変身機構によって回転する二人掛け座席が片側3組配置されている。この座席は新規に開発が行われた座席であり、通勤電車として運用されるのと回転中の座席同士の干渉を避けるため、座席幅の確保については困難を極めたが、回転軌跡上にある。 窓枠下部の窓規制の形状の見直しとともに、二人、がかり座席の両側にある肘掛けの内側を削ることで一人、あたり座面幅 460mm を確保した。また、複雑な変身回転を行うクロス、ロング転換機構には、新幹線車両で十分な実績のある構造を、組み合わせることで、電動式による安定的な動作を実現しており、 クロスシート状態時の手動での座席転換は、肘掛けの後ろにあるレバーを引くことで座席が回転して転換する。座席の支持構造では、クロスシートとロングシートの各状態においては、座席の支持位置が変化するため、支持構造の支持部品の形状と配置の試行錯誤を繰り返しており、その結果により、クロスシートとロングシートの各状態でも、 ガタつきが少ない安定した着座を実現している。車端部には、総合車両製作所と白木工業が、共同開発し白木工業が製造を担当した一人、あたり座面幅5 0 5トルの固定式三人掛け座席が設けられ、座席間には、肘掛けが設置された。座席座面と背もたれ下部は、茶系の色の明暗により、凹凸を表現したモケットおり、背もたれ上部は、 濃い茶色のモール式が採用された。座席表地は辰村美術織物製である。全車両に設置された車椅子、ベビーカースペースには壁掛け型のヒーターと立ち客が利用できる腰当てが設けられている。この区画には他の京王電鉄保有車両と同様に優先席表示のステッカーが重付され優先席区画であることを示す吊り革が 設置されているが、慶応ライナー10当時には座席指定券不要区間であっても優先席としての運用を行わない。室内灯は総合車両製作所と小糸電工が共同開発し、小糸電工が製造を担当した LED 式の調光、朝食式照明となり、朝の通勤時には爽やかな色、 夜の座席指定列車時では落ち着いた暖色系の色に変えることが可能であり、天井両側の局面部に照射するように配置した間接照明を採用している。クロスシートとロングシートのどちらで使用されている場合でも画面が見やすいよう、角、扉上部と客室天井部の枕木方向に三菱電機製の17インチワイド液晶式案内装置が2台一組で、 各車両14組28台設置された。右側の画面には運行情報を左側には広告が表示される。放送装置は、ヤ幡電機産業製の高音質ステレオ方式を採用しており、ステレオ効果が最大限に得られるように、車内スピーカーは、ケフ車線のものが1両あたり8台設置されている。天井面の左右に L と R が交互に配置されているほか、 制御装置に音源を内蔵することで、イベント時に BGM を流すことができる。また、外部プレイヤーが、接続可能なステレオミニジャックを設けている。サービス機器として、二人掛け座席の客台及び三人掛けロングシートの、肘掛け部には、総合車両製作所と白木工業が、共同開発し白木工業が製造を担当した、電源コンセントが設けられ、 UQ コミュニケーションズ製フリー Wi-Fi 装置パナソニックと JR 東日本テクノロジーが共同開発したナノエ搭載空気清浄機を天井中央部にあるラインフローファンのバックスペースに各2台設置されている。電源コンセントはクロスシートの時しか使えない設定となっている。各車両に4台ずつ日立造先生の逆光補正付き車内防犯カメラが設けられている。 客室扉の都兵器は、京王電鉄としては初めてラック機構を有した電気式ドアエンジンを採用しており、ドアの挟まれを検知すると、ドアの水力を変化させて抜けやすくするとばさみ、防止機能のほか、長時間の駅停車時の冷暖房効果を高めるための3扉兵器のほかに、座席指定列車時での乗降をするドアを一部に限定にする限定扉機能を有している。 2019年度に KO ライナーズを発用に、新造された5736編成では、新たにドリンクホルダーや優先席車端部に肘掛けが装備された。今後既存の車両にも順次装備される予定となっている。また、天井部配色は従来のゴールドではなく、白一式となっている。2022年下期に新造される一編成では、日本初となる。 リクライニング機能を備えたデュアルシートが採用される予定となっている。大きく傾斜した全面形状を採用しつつ、高運転台構造の維持と視界拡大、必要な機器の搭載などの要求を満足するため、機器配置の見直しと避難経路確保のための全面、貫通路を正面向かって左側にするなど、従来車両とは乗務員室のレイアウトが大きく変更されている。 運転室の配色はグレー系、運転台はユニットごとに取り外しが可能な構造の総合車両製作所のユニット式運転台、フリージアコンソールが採用しており、将来の改造で有利な構造としている。また、京王電鉄としては、初めての採用となる3つの画面の運転台表示器を配置しており、速度計、圧力計、表示等などの表示のほか、 蓄電池とその残量、パンタグラフ、VVVF インバータ装置、主電動機との間で電気の流れを表示するエネルギーモニタ機能が備わっている。速度計や圧力計などの運転に必要な計器類は従来のアナログ式を模した白背景の丸型計器のデザインとし、それらが運転士の着座位置と主管制御機の中心軸上に表示されるものとなった。主管制御器は レッドマン装置付きの T 型ワンハンドルマスコンで運転士の操作がロータルエンコーダにより信号に変換された後に二重系で出力され各機器に伝送される保安装置として 1K3 製作所製 KO 線内容 ATC に加え日立製作所製新宿専用 DATC を装備する新たにホーム検知装置が備えられているこれは 乗務員室の運転手背面の中央部にホームの検知状態を示す表示灯とドア解操作の誤操作を注意喚起するブザーで構成された放置板が設置されておりホームの有無を車両側のセンサーで検知してホームが検知できない側で誤ってドア解操作をしてもドアの解操作は行われずブザーで注意喚起する事故発生時の記録を目的として両先頭車に 日立蔵先生の前方監視カメラを設置している。ここでは製造時の機器構成について述べる。京王電鉄で初めてサービス機器への指令のみならず立行、制動などの主要機器への指令も伝送指令とし、車両の引き通し線の削減を図った KTIMS と呼ばれる三菱電機製の伝送指令システムが採用された。システム全体が二重化されるとと,ともに、 主要機器への伝送経路も二重となっており、クロス、ロングシート転換座席の回転指令、室内 LED 等の調光、調節指令、電源コンセントの入り接指令、各機器の自動試験などがモニタ装置から実行できる。立行と改正ブレーキ時での主電動機のブレーキトルクを編成で一括管理して制御することで、効率的で省エネルギー性の高い運転が可能と、 している。車両の車内案内装置を制御する、編成間の伝送路には、ケ k ティムズと連携した 100Mbps の、イーサネット伝送が使用されている。定格千三百ボルト千八百 a の SI、イベット素子と、シック SVD 素子を組み合わせた、シックハイブリッド素子による、日立製作所製ベフィ e HR 二8 2 0 W 型 VVVF インバータ制御装置が、 採用された。1台の制御装置で4台の手電動機を制御する 1C4M 構成を1軍としたものを2軍搭載しており、制御方式は速度センサレスのベクトル制御としている。故障の際には2軍のどちらかの1軍の開放が可能な故障上調整を持っており、全電気ブレーキと低速運転機能を持っている。デハ五0型に搭載されておりデハ五千五十型と、 電動車ユニットを組んでいる。主電動機は、出力 150kW の HS33532 から 03RB 型日立製作所生前、閉型内線冷却式カゴ形参照、誘導電動機が、駆動装置は、東洋電気製造成 KD438、CM 型並行、カルダン式が採用されており、保守の軽減と騒音の低減を図っている。 歯車比は85、14である。さらなる省エネルギー性を推進する目的として、新技術の車上蓄電システムを採用している。これは、日立製作所製のリチウムイオン電池を4直列4、並列接続した 680V、15.2kWh の電池モジュールを、編成中央の電動車1両の床下に2個、搭載したものである。この蓄電システムには、 ブレーキをかけた際の改正ブレーキ時に、主電動機から発生する電力を充電し、立行の時にはこれを走行用に放電することで、電力消費量を削減する。また停電時には、この電池に蓄えられた電力を利用して1台の VVVF インバータ装置を起動することで、編成内の電動車ユニット2両を用いた自力走行が可能であり、 橋梁上で列車が停止した場合などでも移動させることができるようになっている。制動装置は回正ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキのナブディスコ製ハード -1 が9000、K に続いて採用されたが、便制御、アナログ電流制御方式から ON、オフ型制御弁に変更され、ブレーキ性能の安定性向上を図っており、 k ティムズの編成ブレーキ制御により付随者の制動力を電動車の改正ブレーキで負担する遅れ、米制御をユニットごとの制御から編成全体の制御に変更しており、改正ブレーキのさらなる有効性を図っている。また、TC 車と T 車にはフラット防止機能を有しており、車輪の滑走によるブレーキ距離の増大と車輪のフラット防止を図っている。 TS-1018C 付随台車、軸ダンパが装備可能である台車は9 0 0 0 k をベースとした、総合車両製作所製の軸箱指示装置が、軸量式のボルスタレス空気バネの TS-1017C 動力台車、TS-1018C 付随台車が採用された。台車の牽引力を車体に伝達する牽引装置は一本リンク式であり、基礎ブレーキ装置は、 踏み面ら片押し式のユニットブレーキである。将来の最高速度向上に備え、設計最高速度を時速1 3 0トルとしており、さらなる乗り心地の向上のため、台車枠先端部と軸箱支持装置の軸張りの間に軸断波の取り付けが可能な構造となっている。終電装置として、急線形と同形式の東洋電気製造製電磁鍵。 外し装置付きバネ上昇空気式、シングルアームパンタグラフがデハ5000経前車と5100番台を除くデハ5050 50型に搭載された。補助電源装置は、東洋電気製造製 60Hz、440V、出力 269V のイベット阻止の3、レベル静止系インバータが5000番台と5200番台のデハ5050 50型に搭載されている。 一系が故障した場合でも、待機している二系がバックアップとして作動する、待機二重系方式を採用している。一系、二系の両方が故障した場合でも、乗務員室からのモニタ装置の操作により、6号車のデーハ5000型に搭載された受給電接触機を作動させて、もう片方の補助電源装置からの給電を可能としている。空気圧縮機は、 ドイツクノールブレムズ s のオイルフリーレシプロ方式を採用した毎分と必要量1750リットルの除湿装置内蔵ピストン式電動空気圧縮機はコンパクトで環境への配慮とメンテナンス性の向上を図っており5000番台と5200番台のデハ5050型に搭載された三菱電機製の屋上集中式 58.14kW の冷房装置が 各社に1台搭載されており、全自動運転を基本としているが、状況によりきめ細かい空調管理ができるように、乗務員室のモニタ装置の操作により、送風と除湿モードを手動で選択できるようにしている。5000系は以下の形式で構成される。各形式とも同一編成中で、下2桁は同番号、または同番号プラス50となっている。下2桁は31。 81から不番されている。では、電動車を、区は、制御車を、さは、不随車を、はは、普通座席車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。主制御装置、パンタグラフを搭載する中間電動車である。パンタグラフは、京王八王子よりに1機が搭載されている。平成1により、番号の100の位が異なっている。 重量編成の2両目、5両目、8両目に、それぞれ5000番台、5100番台、5200番台に、不番された車両が組み込まれている。デハ5050 50型とユニットを組み、デハ5000型に搭載された、主制御装置で2両1ユニット、8個の主電動機を制御する。2017年度に15両、2019年度に3両が製造された。 デハ5000型とユニットを組み、電動空気圧縮機、補助電源装置、または車上蓄電装置を搭載する中間電動車である。100の位はユニットを組むデハ5000型と同一で、2017年度に15両、2019年度に3両が製造された。重量編成の3両目、6両目、9両目に、それぞれ5000番台、5100番台、 5200番台の車両が組み込まれている。5100番台以外には、京王八王子よりにパンタグラフ1機、床下に電動空気圧縮機と補助電源装置を備え、5100番台はパンタグラフなしで床下に車上蓄電システムを備える。付随車である。重量編成の4両目に組み込まれ、2017年度に、サハ5531、サハ5535、 2019年度に、サハ5536の、計6両が製造された。付随車者である。重量編成の7両目に組み込まれ、2017年度に、サハ5581、サハ5585、2019年度に、サハ5586の、計6両が製造された。新宿より制御者である。 2017年度に区波5731区波57352019年度に区波5736の計6両が製造された。KO8 王,王子より制御者である。2017年度に区波5781区波57852019年度に区波5786の計6両が製造された。ここでは、 製造時のバリエーションについて述べる。2017年度2号編成が総合車両製作所で製造された。車両番号末尾31、81から付番されている。新宿線乗り入れのため、新宿専用 a t c 列車無線などの装備を持つ。2019年度の設備投資計画で一編成重量を増備することが発表され、同年12月に運転を開始した。 乗客の着席ニーズに対応するため、京王で初めての座席指定制列車への充当を目的として導入された。京王線内、都営新宿線内で主運転の後、2017年9月29日から京王線の一般列車用として営業運転を開始した。2018年2月22日の京王線ダイヤ改正では、都営新宿線直通や、 座席指定性列車、KO ライナーの全列車に充当されているほか、元日には、終夜運転の臨時列車、迎え光号、3.1112月には、降落機の臨時列車、マウント、高尾号、高尾山ハイキング号、東京競馬場での中央競馬開催日と、人営レース場外発売で特に来場者が多い、有馬記念の開催日には、 府中競馬正門前駅始発京王線新宿業臨時新特急にも充当されている。ありがとうございます。